印象セルフプロデュース学のキュレーターの今野明子さんとこれから始まる講義についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。なぜこの講義を企画したのかみたいなところって簡単にお話ししてもらってもいいですか？はい、これまでってやっぱりファッションってある程度こう流行みたいなものがあったりとか、まあ、お手本になるこう、ね、スーパーモデルブームがある時もあったりとか、あんな芸能人みたいにっていうものがあって、まあ、真似をして、まあ、流行の服を着てみたいなのが、まあ、主流な時代が、まあ、あったと思うんですけれども、まあ、ここ最近は、まあ、ボディーポジティブっていう言われ方とか、まあ、あとまあエイジレスビューティーみたいな、まあ、あまりですねこう年齢とか、まあ、性別とか、まあ、いろいろなこうものをこう超えてこう自分らしくいようとか自分らしい生き方みたいな、まあ、そういうことを言われるようになったと思うんですね、うん。まあ、コロナもあって、まあ、自分と向き合う時間もあったりっていう時にいろいろ皆さん自分についてこう深く考える機会があったんじゃないかなと思うんですね。でまたこれからどういう生き方をしていこうかなっていうような、考えも、あったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、ファッションってある意味まあ生き方だったりするのでやっぱりどういうライフスタイルなのかによってどういう生き方なのかによってこう着るものっていうのも変わってくると思いますので、まあ、ある意味は自分の軸になるものだと思うんですね、まあ、毎日服着ない日はないですよね。わら族じゃないので、うん、絶対何か着ると思うんですけど、まあ、その時にじゃどんなものを着るのかっていうことは何でしょう、まあ、人に与える印象だけじゃなくてやっぱり自分がいつもこう機嫌よく過ごせるようになったり何でしょうね、こうなりたい自分にこう近づけるツールでもあるのかなと思うので、うん、ぜひこう大事に自分に似合うものをこう知っていただいて、まあ、毎日自分で自分のご機嫌を取れるとか、まあ、もしくは仕事においてはいい印象を与えて、うん、何かこうビジネスにつながる、チャンスになったらいいなとか、まあ、婚活している方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方も自分自身の魅力がちゃんとこう表現できているといいなとか、まあ、そういういろんな思いがあって、はい、こういう講義があったらいいんじゃないかなっていうものを内容いっぱい詰め込んで、まあ、作らせていただきました。一昔前だと本当に美の基準っていうのがかなり統一化されていて、うん、そうですね、こういう人が美しいんですよ。もうファッション雑誌を見ても、うん、みんなこう白人の金髪の手足が長い、はい、うん、いわゆるモデルさん体験、うん、でスタイルがいいねとかっていう、うん、でもうその美の基準に合わせたスタイルがいいねっていうような褒められ方をしていたわけですけども、うん、はい、それがだんだんこう時代が変わってきてもうありのままの自分を見せていけばいいんだよっていう、うんうん、なんかねモデルとかでもこう加工なしでインスタとかで上げていって、はい、うん、これが私の本当の姿ですっていうのをセレブが見せ始めたりとか、はい、そういうような動きもあるかと思うんですけど、うん、まあ、より自由になってきているからこそ、うん、選択肢がすごく広がって、そうですね、美の基準がなくなったからよりこう自分の好みだったり、うん、似合うっていうことだったり、うん、自分の個性を発揮していきやすい時代になったんで、うんうん、そうですね、もう選べる感じですよね、うん、で今度はね、うん、自由になればなるほどそうなると今度は逆に、うん、選べませんっていう、はい、多すぎて選べませんとか、そうですね、自分の軸がないから選べませんっていうことになってきてしまうと思うので、うん、まあ、ここで一つ自分の軸を持っていこうじゃないかっていう講義ですよね、はい、そうですね、うんうん、ありがとうございます。で、まあ、どんな人向けにやるかっていうところがですねこの側にあるんですけれども、はい、うん、まあ、こんなニーズに応えようではないかという、はい、で、まあ、いくつか出してるんですけど、うん、まあ、大きなところだと、まあ、新しい自分に出会いたいっていうところですね、うん、まあ、ついつい無難な格好に落ち着いてしまうけど、はい、本当はもっと冒険したい、うん、こんな方いらっしゃるんじゃないかな。いや、多いですね、はい、うん、私もそういうファッションのアドバイスをさせていただいてるんですけれども、やっぱり、中にはなるべくですね服のアイテムをミニマリストではないんですけれども、シンプルにして自分に似合うものだけ で着回しが効くようにとかって考えてた方がいらして、まあ、モノトーンとかネイビーとかですね、まあ、そういう色で揃えたみたいなんですけど、なんかこうしっくり、来なかったり、なんかいまいち似合わないなとか、本当はどういうのが似合うんだろうなっていうのを、まあ、模索していて、まあ、来られたんですよね。
で、そしたらやっぱりモノトーンとかネイビーが似合うタイプの、方ではなくて、パーソナルカラーでいうと、スプリングの、クリアで綺麗な、色味が似合う方だったんですよね。で、ベーシックなカラーとして使う色としても、ベージュとか、あとブラウン系の方がお似合いになる方だったんで、そちらに変えたら、すごくなんか自分が気持ちよく過ごせるっていうことだったんですね。そう、だからいかに違うものを今まで着てたのかっていうことで、すぐに処分をして、自分らしいものにこう変えていってるっていうお話がありましたね。やっぱりこう自分で選ぶと、僕の専門は出版だったり本だったりする。本もそうなんですよね。もう自分本ばっかり読んじゃって、こう同じようなジャンルにこう固まっちゃったりっていうのがあるんです。人からね、時々こう勧められた本とか、だと自分で選ばないような本にいかにこう触れていくかっていうことをしないと幅が広がっていかない。そうですね。いや、本当おっしゃる通り、ファッションも全く同じです。なので、春の色って割とこう鮮やかな色が多いので、やっぱり初めは躊躇してしまうと思うんですよね。自分から選ぶって。でも実際にそのカラーの布を当てていくと、本当に肌色が綺麗で、目がキラキラ光って、輝いて見えたりするので、そういう体験をすると、ああ、自分はこれでいいんだなっていう、これがやっぱり合ってるなとかっていうのを実感していただけるんで、そういう軸がこうできるとすごくお洋服選ぶの楽しいですし、選びやすくもなっていくなっていうふうに思います。新しい自分に出会うっていうのは、なんかね、楽しい経験ですよね。そうでどうすしてね。こう、年齢を重ねてくると自分が分かってきて、いい意味で自分が分かってきて、あ、自分にはやっぱネイビーが似合うからとか、って感じで、もうそればっかりになりがちだけど、全然こう、実は違うものそうもですね。合う他かにも。もっとベストな、似合うものがあるかもしれないっていう、そこにはなかなかやっぱり自分では気づきにくいんですよね。私も本当にスプリングなんですけども、オータムってよく言われるんですよね。それは多分ね、顔の印象からだと思うんですけども。そう。でも実際布を当てると、やっぱりスプリングの方が肌色が綺麗に見えたりするので、やっぱりそれもね、こう見てもらわなければ気づけなかったなって思うんですよね。そうか。これもそうですね。これでいいかではなく、これがいいでいきたいっていう。一応その合格点は超えてる。ベストじゃないけど、ベターぐらいな感じで。そうですね。生きてるっていうのが、大体ね、の人だと思うんですけど、一回ちょっとベスト、もうこれがいいっていう、ベストを経験してみたいっていうのはありますね。そうですよね。そう。もう本当に色って、なんか服だけじゃなくて、女性の場合だとメイクにも活かされますし、あとね、やっぱ年を重ねて白髪が気になるなっていう方、白髪もね、おしゃれで素敵なにしてる方もいらっしゃるんですけれども、髪の毛染める時の色とかもパーソナルカラー分かっていると、自分に似合う色が選べますし、インテリアにも応用できますし、お花を買おうとかね、いろいろな分野で色って必ずあるので、どれが自分が心地よくいられるかなとかっていう時に、すごくやっぱり似合う色知っておくっていうのは、いいと思います。そうですね、髪の色も本当にみんな自由になってきてて、大学の周りでもこうピンクの髪にしたり、緑の髪にしたりとか いらっしゃるんですよね。そこもやっぱ色を選ぶとき、ね、またこう顔の近くの色だそうなんでから、すよ。結構重要ですよね。ピンクにするか、重緑要です、にす重る要でかっす。て、だいぶ違いますよね。違いますね。なので前に、レストランのシェフの方だったんですけども、男性の。やっぱりね、食べ物も色見てるから色の感性がいい方だと思うんですけど、なんかその方は、確かね、ウィンターの方だったらしいんですね。で、金髪にしたことがあったけど、全然似合わなかったっておっしゃってて、で、その後、銀髪にしたらそっちの方が似合ったっておっしゃるんですよ。で、まさにその通りで、やっぱりウィンターの方って、ブルーベースっていう色素が青みがかった色の方が似合う方なんで、ゴールドよりはやっぱりシルバーの方が素敵に見えるんですね。そう。なので、そういうふうにね、どっちにしようかなと思ったりした時に、やっぱり自分に一番ベストなものが分かっていると、やっぱり素敵に見えますし、自分自身もいい気分で過ごすことができるかなと思いますね。毎日を気持ちよく過ごすために気に入った服を着倒したい。皮膚感覚ってすごい大事ですね。感情にもこう働きかけるというか、やっぱりふわふわ柔らかい素材だと、なんかこう気分も優しい感じになりますし、優しくなれる。
そう、パリッとしたシャツを着ると、なんかこうね、仕事するぞみたいなモードになったりとか、やっぱり家に帰ってきて、こう、ゆったりした、なんでしょうね、まあ、コットンの肌触りのいい素材の部屋着を着たりすると、ちょっとくつろいだ気分になったりとか、やっぱりこう、感情に影響を与えるのが、まあ、服のこう素材だったりもするので、気分よく、気持ちよく過ごすには、やっぱりすごい大事なツールですよね。まあ、似合う服と着たい服がマッチしなくなり、少し迷走している。例えば年齢で言うと、20代とか若い時ってね、肌もこうパーンとしてますし、まあ、エネルギッシュだし、あとまた内面ではそこまでこう個性も確立されてなかったりっていうこともあるので、ある程度こう何を着てもそれのテイストにこう自分が染まっていけるみたいなところあると思うんですけど、まあ、年を重ねていくと、まあ肌質の変化とか、あとまあ体型の変化とか、あともう気持ちの部分、内面的にもある程度こう自分の個性っていうのがこうできてきてたりすると、やっぱりこう際立った、こういうのがいいみたいなものっていうのが、まあ、だんだんこう作られてくるかなと思うんですね。まあ、そういうタイミングでなんか今までの着てたけど、なんかこれは合わないなみたいなのが出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。好みってもだいぶ変わってきますよね、年そう齢でによっすね。てね。私自身も実はイメージコンサルティングを初めて受けたときは、ファッションタイプ、まあ、ここの講座の中でもやるんですけど、ファッションタイプっていうのが、まあ、ハイファッションっていう、小粋なみたいなね、で、ちょっと変わったものが似合うみたいなタイプだったんですけど、まあ、その後、3年ぐらいかな、経ってから、受けたら、このナチュラルタイプっていうのに変わってたんですね。やっぱりね、心の変化がやっぱりあったわけなんですね、その間に。そうすると、こう変わってくることがあるし、まあ、どっちかというと、今の私の方が本来の自分だなと思うので、なんかそういう内面の変化で似合うものが変わるっていうこともあるので、そんなこともこの講義で知ってもらうと、ああ、そうだったんだな、みたいな、昔のことを思い出して、なんかこう、腑に落ちることもあるかなと思います。一通り自分の好きな服を買ってきたけど、持てるコーディネートがない。まあ、そうですね。まあ、好きな服を着るっていうのもすごく大事だと思うんですけども、やっぱりなんかこう、似合うっていう軸っていうのもやっぱりすごく大事で、似合うっていうものが分かっていると、まあ、自分自身も鏡でね、こう見たりした時に、あ、いいなと思えて、嬉しいですし、あと周りから見ててもこう印象が良くなると思うんですよね。なので、まあやっぱり自分の軸をそういう、ふうに思うのであれば、知ってみるとすごく自信が持てるようになるかと思います。で、実際やっぱりこのイメージコンサルティング、まあ、こういうファッションの似合うものを知ることって、自分の個性とか魅力をすごく知れる機会なんですよね。だから似合う服が分かってよかったっていうだけじゃなくて、あ、自分ってこういうとこが素敵なんだっていうので、なんかこう自己肯定感が上がると言いますか、自分でよかったみたいに思えたりすると思うので、そっちの方がどっちかというと大事なのかなというふうにも思ってます。家庭や体型、仕事などの変化で服のテイストが変わってきたので、さあ、これからどんな服をと考えているっていう。そうですね。まあ、さっき体型年齢の話したので、まあ、仕事っていうところで言うと、まあ、例えば30代になると、ある程度こう後輩もできてきて、こうなんか役職ついたり、重要な立場になってっていう変化があって、今までとのね、服ではなくて、もうちょっとちゃんとしなきゃいけないなっていうこともあるかもしれませんし、まあ、もしくは女性であればね、子育て、出産して、このママになって、なんでしょう、こう学校の行事があってとか、またちょっと違うスタイルが必要になってきたりとか、まあそういうこともあると思うので、まあやっぱりこう役割的なものとかね、立場に合わせて、選ぶ軸っていうのもまあ必要になってくるかなと思いますね。自分の好きとか似合うっていうことに加えて、だからまあそういう。似合うと、好きを軸にしながらも、じゃあ求めている役割に合わせるには、じゃあどういうふうに表現したらいいかなっていうふうに。こう人前に出るような仕事の場合は、どう見られるべきなのか、営業の方だったり、あとはね、そういう先輩とかリーダーとかの立場だったら、頼りがいのあるような感じに見えないといけないし。そうなると、このパーソナルカラーだけじゃなくて、色彩心理的な、やっぱ信頼された方、やっぱネイビーとかですね、いくら春の、明るい色が似合うって言っても、こうピンクとかオレンジとかっていうのは、なかなかビジネスでは、そんなに分量を多く使えないかと思いますので、そこはやっぱり役割に合わせて、こうニュートラルカラーの中で、
自分が似合いながらも信頼を得られるような色はどれかなみたいな、まあ、そういう選び方っていうのも必要になってきますね。営業担当の人は結構きっちり系の、クリエイティブ系の人はもうすごく自由な、なんかねかっちりしちゃうとなんかクリエイティビティをなんかこう感じられないっていう、そういうね自己演出みたいなものも業種によっては必要なのかもしれない。そうですね。あとはまあ知識を実践に落とし込みたい。すでにファッションの本をたくさん読んでセオリーは頭に入っているが買い物に行くと選べない、まあ、知識はあるけどそれ果たしてセルフ診断でやってそれが正しいかどうかっていうところがやっぱりこのその下にもありますけれども、こう定かじゃないとやっぱり例えば自分の診断ではウィンターかなと思って洋服買いに行ってウィンターの色を着るんだけども、うん、本当はもしかして違うかもしれないので、当ててみたらなんか違うなと思って買えないっていうこともあるかもしれませんし、それはまあ顔タイプ診断、骨格診断もしっかりかなと思うんですよね。で、私も知る前はですね、ウェーブだと思ってたんですね。ウェーブさん の骨格の特徴って、割と華奢な体型だったりするんですよ。骨も華奢で筋肉もあまりないと。で、私は自分自身だけを見てたときに、ここをポコッと骨が出てるのが、ちっちゃく出てると思ったんですけど、比較するとね、これは大きく出てますよと。で、鎖骨も結構しっかりして、肩ももう結構骨がすごいので、もうナチュラルタイプですと。ウェーブの要素はみじんもありませんって言われて、そうなのって思ったんですね。というように、結構自分だと間違った診断をしてるっていうことがあるので、まあ、それで買いに行ってもなんか試着するけどいまいちだなっていうことってあると思うんですよ。客観性っていうかやっぱり相対的にたくさんの人を見てきた人からこう見てもらうっていうことがやっぱり大事だなって私の実感としてもすごい思います。なるほど、そうか、ここの骨が出てるって言われたら、ね、はい、僕も出てるし、うん、でその出具合が大きいか小さいか、はい、そうなんですよ、自分では分かんない。そうで、ストレートっていうタイプの方は割と筋肉が発達している方で、あまり骨感がない方なんですね、うん、だから本当にこの辺の手も私なんて腱がすごい出てるじゃないですか、こうやって男性みたいに、はい、でもストレートの方ってね、うん、全然出てなくてすごいつるっとして綺麗なんですね。うん、まあ、ナチュラルはナチュラルのねこういう良さはあるんですけれども、うん、だからこういうね地金の太いごついものの方が自分が華奢に見えるっていう、ここも対比なんですよね。なるほどなるほど、うん、まあ、このネックレスもそうで、私がこれちっちゃいの一つだけやってたら、うん、私がごつく見えてこれが華奢なんで、あ、だけどこれが入るとこれがごついので、まあ、私がそんなにごつく見えないっていうねそっか、骨が出てるタイプなんですね、鎖骨とかというところが、はい、そっか、そうなんです、その出具合が華奢だとウェーブさんになりますし、しっかりしてるとナチュラルになりますし、うん、骨感がそもそも感じられなければストレートさんになるしっていうところで、やっぱりスタイルよく見える服の選び方とかっていうのが変わってくるんですね。確かにね、なんか自分のだけだともうみんな自分の体しか見てないからこれが普通だと見ても、うん、てるけど、うんうん、これがね、骨が出てるものなのか出てないものなのか、そうなんですよ、分かんないですね、分かんないです、うん、確かに人と比較してみないとね、はい、下のところもそうですけどね、パーソナルから骨格診断、はい、うんうん、その辺のベースが入ってると少しこう自分の軸が定まりやすくなってくる。あくまでも参考ぐらいにしかならなくって、セルフ診断はどうしても、うん、まあ、本当にこれから洋服を買うにあたってはやっぱりちゃんと診断を受けた方が本当に自分に合ったもので揃えていけると思うので、うん、まあ、無駄なこのお買い物をしなくて済むかなって思うんですよね。自身もパーソナルカラーとかも分かったおかげで、お店行くとまずパッと見て自分の色があるかどうかを見て、ないなと思えば次に行くっていう風になるので、すごく買い物の時間も楽になりますし、うん、そう、あと自分の色だけでこう揃えられておくと、どれを合わせてもこう着回しが効いたりっていうこともあるので、すごく便利なんですよね。それ知る前はもうね、一から端から順にこう見ていって、うん、じゃあ色は形はみたいな感じで当ててみてっていうことなんで、だいぶ時間かかると思うんですよね。で、挙句の果てに合わないものをなんとなくそこで見ていいかなと思って買って、だけどなんか合わなかったみたいなこともあったりっていうのは、やっぱよく聞きますね、周りでも。
最後に講義計画のところ、全5回で、はい、第1回目は北村先生が大学でもね、こう教えられているような研究者さんなので、まあ、なかなかめったに一般の人は聞く機会がないんじゃないかなっていう、まあ、印象学についてですね、まあ、印象が移り変わるポイントとかですね、あとはせっかくの機会なんで第一印象をお互いに参加者さん同士でお伝え合うっていうようなこともしたいと思ってますので、あ、自分ってこういうふうに見られてるんだな、それはこういうことからこういうふうに見られてるんだなっていうのを知って、まあ、今後の自分のこの何でしょうね、こうセルフプロデュースに役立ててほしいなというふうにも思っています。第2回は印象分析をしていくと、パーソナルカラー、そうですね、はい、これはもうかなりイメージコンサルタントとしてのキャリアがあって、まあ、いろいろ企業さんの監修なんかもされている先生なんですけれども、まあ、その先生にお越しいただいて、もうここは本当にね、私ももし知らなかったら参加したかいいなっていうぐらい贅沢なんですけど、全員のですね、診断をしてもらうんですね。で、2回目の時にはまずパーソナルカラーを分析っていうことで、実際に色の布をこう当ててみて似合う色がどれかっていうのを見ていく。で、自分だけじゃなくて他の方のも見れるので、自分ってね、なかなか客観的に見れないんですけど、人のを見てると色を当てるたびに違って見えるのが、変化が分かるので、すごくそれも勉強になると思うんですね、うん、で、自分のこの肌とか目とか髪っていう、まあ、生まれ持ったこのボディカラーに合う色を選べるっていうのがこの第2回目でやることです。なので、もうこれ受けた後はもうさっき言ったお店に行ってバーって見て、あ、自分の色だみたいな感じで選んでいきやすくなるなというところですね、はい、で、3回目のところでは今度ファッションタイプって、まあ、これは何かというと、まあ、自分の個性、つまり外見だけじゃなくて内面も含めた個性ですね、それに合うファッションテイストをどういうものなのかなっていうのを選んでいくものになります、はい、内面もあるんですね。そうなんですよ。結局外見の要素っていうと、まあ、ボディカラーもそうですし、あとは顔の印象、顔の作りとか骨格で、これだけで選ぶと内面とこう一致してる人はいいんですよね。見た目もフェミニンで、心の在り方とかも女性らしいような感じだったらバッチリ合うと思うんですけども、内面が割と男性っぽかったりっていうことだと、またちょっとこう違うかなっていうのがあるんですね。なので、やっぱり外見だけじゃなくて内面からも分析していくと、一番その人らしいものっていうのが選べると思うので、これもすごく貴重な機会ですし、ワンポイントメイクレッスンっていうのも自分のパーソナルカラーの色を使ってやりますので、はい、これもすごくいい内容だなと思ってます。今度は顔タイプ診断と骨格診断。はい、で、さっきのパーソナルカラーとファッションタイプで大体わかるんですけども、こう理屈的にですね、こうお伝えした方がより理解してこう自分でこう再現できるかなと思うので、まあ応用編として顔タイプと骨格っていうのをツールに、理論で自分に似合うものを知るっていうことをやっていきます。まあ、顔タイプ診断っていうのは顔の世代感と、あと顔の形状っていう二軸で分析して、じゃあどういう柄がいいのとか、どういうテイストのもの、どういうデザインのものが合うのか、髪型メイクみたいなものまで分かるんですけど、そう、それが分かると詳細なディテールとかデザインがどういうのがいいかなっていうのが選びやすくなると思うので、まあ、ここではですね、イヤリングとか帽子、メガネ柄みたいなものも持ってきて、実際にこう当ててみて、あ、どれだとどうだねっていうのを体感してもらえるので、より腑に落ちるんじゃないかと思っています。第5回は自分スタイルを作っていくっていうところで、似合うだけではなくって、まあ、自分の好きっていうことと、あとさっきもお話出てきたその役割ですね、 TPO で、そこに合わせてどういうふうに自分の外見をこう作っていくか、表現していくかみたいなところをまとめていく感じですね。で、もういよいよこのもう迫ってまして、8月7日からまあスタートになるんですけれども、はい、で、日曜日の午前中に2時間取ってですね、場所は永田町キャンパスになりまして、今僕が背景にしているのがこの永田町の
キャンバスなんですけども、こういう雰囲気でですね、皆さん来ていただくと、締め切りがこの7月31日と迫っているので、皆さんご興味ある方はお早めに申し込みいただければと思います。まだ お席ありますので、セルフでこう診断受けに行くっていう機会も今あるとは思うんですけども、はい、やっぱりこのグループでやれるっていうことは、まあ、自分以外の人のことも見れるので、いい意味で比較をしてみることで、あ、自分の個性ってこういうところなんだなとか、あ、自分ってことが魅力がやっぱりあるんだなとか、なんかね、自分のことをよりこう好きになれるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、そうなので、まあ、ぜひせっかくのね、こういうグループでやる機会っていうのを利用して、自分を探求をね、こう深めて、いいこう自分セルフプロデュースができるようになってほしいなと思ってます。それぞれの個性を認められるみたいなこともあると思うんですよ、うん、それぞれいいなって、そうするとやっぱり人間関係も良くなるんじゃないかなって思うんですね。職場の嫌いなあの人にもこう関心を持って、あの人ってあれを着てる時がすごい素敵だなみたいな感じで、人に興味を持つきっかけにもなると思いますし、うん、嫌いな人のこともね、いいところを見るようなきっかけにもなると思うので、そういう意味ですごくこう得られるものっていうのは、ここにね、打ち出してる以外のこともすごいあるんじゃないかなというふうに思ってます。それでは今日は近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。